はい。どうも、皆さん、こんにちは。リンゴのりです。ということで、今回はね、なんと、スキビードゥエ75話がついに出たということでね、早速見ていこうと思います。お、始まった。どんな感じなんだろう。お、やばい。アストロが、やばいぞ、これ。めっちゃ戦ってるじゃん。やばいね。お、なんか出てきた。やば。もう早速戦ってるね、めっちゃ。やばいよ。おお、あ、スキビリドリ軍が来たぞ。あ、でも、やばい、アストロが来ちゃった。え、やばい。やばい、やられちゃう。あ、やば。あ、あー、やばいね。やっぱりアストロめっちゃ強い。やばい。え、なんか、え、やばい。これ、ジャガーノートアストロトイレみたいな。え、ジャガイモートアストロトイレか。なんか、ちっちゃくなかった。やばい、やばい。やばい、来るよ。来るよ。え？あ、やばい。横から来た。あ、なんか、爪みたいのついてる。めっちゃ、高速移動で。あ、カメラマンやられちゃった。あ、やばい。シールドで、あー、やばい。ラージカメラマンが、あ、首取れちゃった。やばいよ。ビーム打ってきた。ちょっとやばいんじゃない？やられちゃうよ、これ。え、待って。スキビリドレがいる。横から持ってるね。あ、スキビリドレが協力して戦ってる。どういうことだ。え、待って。で、これで爆弾投げて、あ、やばい。やられちゃったよ。やばいよ。え？やばい。やばいんだけど、なんか、スキビリドレが協力してる。カメラ軍と。わー。やばい。やばい。え？え？なんか耳ついてるんだけど。え？あ、やっつけた。え、なんか耳がついてる。どういうことだ？お、いいね。え？でもなんか、スキビリトイレとなんで協力して戦ってるんだ？なんか来そうだね。やばい。え、これもスキビリトイレなのかな？どうなんだろう。ついに、スキビリトイレと一緒に戦い始めた。めっちゃ戦ってたのに、協力して、え？え？やばい、なんか来たよ。あ、やばい。これが、ジャガノダストロトイレだ。あー、ちょっと悲しそうな目をしてる。やばいよ。あれ、ジャガーノートのなんか子供っぽいやつだったのかもしんないね。いや、これやばいよ。めっちゃ怒るって、絶対これ。あー、やばい。逃げないと、逃げないと。もうめっちゃ逃げてる。絶対さ、やばいじゃん。もうね、多分絶対来ると思う。ほら、もうやばい、もう。あー、ほら、やられちゃった。やばい。どうなった？いや、アストロ軍ね、めっちゃ攻めてきてるね。よしよしよし。これでね、救出されたと。いやー、やばいよ、これから、ほんとに。アップグレードタイタンカナのがどっか行っちゃったからね。タイタンのが出てない。はい、ということで、皆さんどうだったでしょうか。このね、ジャガノとアストロトイレの子供、マジ、子供なのかな？マジでこれね、やばいよ。これ、もう倒しちゃったから、多分、ジャガーノとアストロドへ、マジで、もう、やばい。めっちゃ怒る。そして、これね、やっぱり、ジャガーノとアストロドへのね、子供みたいな感じなので、やっぱりね、この盾みたいのはついてるんだね。そしてね、この、アームがね、ジャガーノとアストロドへと違って、手になってるね。そして、左？右かな？右の手には、この、なんか、剣みたいのがついてるね。そして、横には、顔の横には、ビームがついてるね。そして皆さん、やっぱ、ここですね。いや、この、ジャガーノとアストロトイレのマスクが取れたら、耳が出てきて、で、これ多分なんだけど、
犬だと思うんだよね。で、片耳がもう取れちゃって。どうなんだろう。ついに動物が出てきたね。動物がアストロ群として出てきたっぽいね。いや、今まで確かにね、動物出てきてなかったから、もしかしたら猫とかライオンとかそういうのが出てくる可能性が高いね。でも、なんかあれだね。他のアストロトイレは動物じゃないのに、このマスクかぶってる、このジャガーノートだけ、動物だから、やばいね、これはちょっと。これ、なんかスキビディトイレとね、もう仲間になっちゃってるんだよね。いや、どうなんだ、なんか洗脳みたいなのしてんのかな？あれだけジーマと戦ってたからね、なんで、この仲間になってんのか、ちょっとね、今のところまだわかんないですね。この人ですね。この人は、スキビディトイレなのかな？さっきの仲間のカメラマンがスキビディトイレと一緒にいたから、いや、もしかしたらスキビディトイレなのかもしれないけど、スキビディトイレの格好をした。なんか格好しなくてもいいと思うんだけど、もしかしたら人間なのかもしれないですね。そして皆さん、これね、ジャガーノートアストロ来ちゃいましたよ。この悲しい目して、やばいよ。これでね、もうやられたの分かって、怒っちゃって、ここに逃げてきて、こうやってジェットパックで、まだ飛んで逃げてる、めっちゃ。これで、もう、めっちゃ、キロが吹っ飛んで、この、石の中に、埋まっちゃってて、それを、AI 協力して、はい、上どうだったでしょうかということでね、スキビトイレ75はやばかったよと思う人はチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。